All right, it looks like we ended a chapter. I could be completely wrong, but, you know, I felt like we ended a chapter because there was a cutscene, and we're starting a new cutscene. の騒動は少なからぬ犠牲を払いながら、首謀者土御門康弘の命をもって幕を引いた。だが、新たな火種はここに。命が燃え、月が満ち行き、義は終わりへと近づく。Okay, chapter 5, Divide the Sky.土御門なにがしは倒れた。無事にはぐれの一件も片付いた。ここにいたり思い起こされるのはサーヴァント英雄英傑たちの鮮烈なる死に様ばかり。誇り高きアーチャー己が友と無垢の民を守って散った男、はぐれのバーサーカー、微笑みを残して言った今後の異常婦。アサシンもすでに倒れた頃合いか。この日々もいずれ終わる。生き残ったならば死せず、勝利を手にしていたならば、再び俺の日々はなぐのだろう。何暗い顔してるの、兄ちゃん。さっきアサギを食べたばっかりでしょうに。あ、もしかして足りなかった？かや。案ずるな。腹は朽ちくなった。お前こそよく食べなさい。心配しなくたってちゃんと食べてます。小さい子みたいに言わないで。そのうち兄ちゃんの背も追い抜きますから。そうか。あれなんだ、どうして私がこんな。あと立花。あの日、あの時、私は涙を知って、多くを知った。悲哀を知った。異教のタケルたちを切った折に得たものも、そう、悲しみなのだと。そして私の涙は枯れ果てた。ああ、妻よ、我が妻よ、私は二度と泣くことはない。そのはずだったのに。なぜだろう、ユーリ。君たちとの日々の終わりを思うだけで、私はこんなにも。セイバー、十分に休めたか？無用の心配だ。サーヴァントは本来眠らぬものなのだ。
よりこそ寝不足に見えるぞ。確かに事実寝不足だ。ここに至って開き直れるほど俺の肝は太くないようだ。サーヴァントならざる身は難儀だな。くれぐれも不意をつかれてくれるのよ。ああ、より、一つ尋ねる。なんだ、改まって。願望機にかける君の願いは。昨日帝にも尋ねられていたな。そういえば私も聞いていなかった。君は永月に何を望む？士官と言いたいところだが、それはただの展望だ。己が手では叶わぬものを望んでいいというのなら。ん？どうした兄ちゃん。ああ、いや、何でもないよ。カヤはカヤだ。俺が願わずともきっと幸せになろう。セイバーこそどうなんだ。いい加減、己が願いは思い出せたか。恥ずべきことだが、何を願って限界したのか私自身にもまだわからない。だがやるべきことはわかっている。永月の儀を続けさせてはならない。どのような世界、どのような時代であれ、私は善を成したい。それにな、アーチャーたちの無念も晴らさねば。かつての英雄そのものでないとしても、そこにまつわる魂を惑わせるのは悪鬼の所業。英霊を惑わし世と民を脅かす者こそ英月。ならば止めなくては。誰あろう、私が私の剣にかけて。それが私の誠だ。言ってのけたな。心よりの願いあればこそお前は召喚に応じたのだろうに。お前は永月を斬るという。それでいいのか？うん、それでいい。良いのだ。聞いて驚け。これほどまでに思い出せぬ願いならば、おそらく取るに足りぬものなのだ。故に私は私として剣を取る。だからより。分かった。お前がいいならばもう何も言うまい。では支度しよう。いち早く儀を終わらせねばな。ねえ、願い本当にわからないの？義の終わりは近い。今ひとたび支度を整えておかねばな。始めよう。Man, I don't even have half the stuff here. V
fever pitch. I really want to do that. No, let's do the restore. Fine, we'll do this too. Well, now I'm broke. Okay, I made everything I could make. First of all, I need to use her. Look at this rogue saber. Damage versus human up. Attack up, I want that. Well, you know, I didn't really have a choice. It was like, hey, you better do this, right? Umu, 悪くない心地だ。I don't know, I mean, forget it, let's just go into battle. ここにいたか。その姿、ドロテア殿の手のものか。ドロテア殿は無事か。アサシンは倒されたようだが。お嬢様は亡くなられた。ご自分のお命を用いてアサシンを止めた。そうか。喰らえるものならば喰らってみなさい、アサシン。私以外の誰一人として連れて行くのは許さないわ。仮初めであろうと、私はあなたの主であればこそ、あなたのなすすべてに責を持つ。異教であれ、婿の民を守るは貴族の定め。そのようにおっしゃって、お嬢様は我が身を捧げ、民と町をお救いになられた。私がここへ来たのはお嬢様のご意志だ。万が一自分が死した折には、
宮本伊織に助力せよ。とな。心して聞け。由井小説が英傑の器を手にした。あの者は義に幕を下ろそうとしている。英傑の器？そうだ。英傑の力で召喚されたサーヴァントは義に敗れれば器に魂を回収される。魂は魔力として器に溜め込まれてゆく。英霊の魂こそは甚大な魔力の源。魂を溜め切ればおよそあらゆる願いを叶える魔力が溜まろう。これをもって英傑は願望器と化す。霊地に設置した器を持って魔力あふれる英傑を目覚めさせれば願いは叶う。お嬢様は鍵を用いてとおっしゃったが、その司祭はわからん。どこかに器を置いて英傑を目覚めさせる腹積もりか、小説。しかし鍵とはなんだ。英傑の器をユイが持つか。ならば追わねばなるまいな。奴は一時土帝の屋敷を新たな根城にした。だがつい宣告のこと。遅かったな。は、危うくかの陰陽師に操られるところでした。まさか貴殿の冗談を聞ける日が来るとは。随分と道に行った芝居ぶりだったが、傷の修復にもかなりの手間がかかった。一時とはいえ私の魔力がそこを打とうとは。さすがは神秘殺しの刃。恐れ入ったライダー。何をおっしゃる、主。全てはあなたの企みだというのに。ああでもしなければ土帝を出し抜くことはできぬと。何、貴殿に倣ってくだらぬ冗談を口にしてみただけだ。それよりもこれを見よ、ライダー。英傑の器。そうだ、土帝が隠し持っていた。これなる器、英霊の魂を回収するための入れ物だが、英傑を用いるには必要なものだ。手元に置かずして何とする。なんと禍々しき魔力。舅のものでありましょうに。これが万能の願望器。魔力が満ちた暁にはどれほどの力を持つか。英傑の義、陰陽道ではあるまい。神に奉る気配なぞこれにはみじんもない。魔術基盤としてはそう、西洋のいずれか、あるいは勝ったものか。土帝め、いかにして英傑を作り上げた。かつての権勢を失ったと聞くが、よもやこれほどの術式を組み上げてみせるとは。七味かど、安倍家の末と聞きます。さほど驚くことでもありますまい。ああむしろ生命殿であればもっとうまくやりましょう。ならば私がうまくやろう。これは正しく使われるべき代物だ。余人に渡すわけにはいかぬ。一刻も早く英霊の魂を集めなければ。ふう、面白い話をしているな。Who the hell is this? それで、oh. 集めなければなんて。今さら何の用向きだ、知恵門殿。貴殿らはいたずらに15期目を襲い、
あろうことか逃げられた。己が失態を分かっているのか。あの娘が欲しかったのはお前とて同じだろうが。それで用向きだったか。わざわざ答えずとも、もう分かっているはずだ。霊月の器をよこせ、由井小説。貴殿こそランサーの魂を差し出して去れ。ここで命までは取らぬ。総意見先生が守らんとした民の生き残り、できれば切らずに済ませたい。マスター、つまらん冗談で、自ら願いを捨てるアホがどこにいる。よい、ライダー。Oh, that guy's a rider. The white guy is a saber. Lancer はいつでも来る。Now I get it. 承知。では、知恵者殿。いずれランサーの魂、我らがもらい受ける。They look the same. I mean, how do you even tell the difference? Other than the color. なめたまねを。申し訳ありません、マスター。気を伺ってはいたのですが。あれはお前に太刀打ちできる相手ではない。鎧武者のなりこそしているが、本性は化け物だ。化け物とはいえ、諦めるつもりはもうどうないがな。お前もそのつもりでいろ、乱世。復讐するは我にあり。ネウスはかつてそう口にされたというが、地上にそのご意向をもたらさぬのであれば、この手でやるしかなかろうぜ。You see, if he lacks influence, he capitalized H, which is wrong. Not that I'm picking on grammar and spelling, but. 伝えねえわ。